生さんに質問します。はい。寝るときはパジャマですかネグリジェですか？婚約者の若島津さんはどちらがいいと言っていますか？そうですね、聞いたことはないですけど、私はパジャマです、寝るときは。はい。結婚すると浴衣になるんじゃないですか？はい、結婚すると裸かもしれませんね。はい、どうぞ。今日でベコ買うだい。いいことだよ、ね、でいい拳使ってましたよ。でも拳いい、おいい拳ですよ。プロがいいっつって、もう細川たかし君級ですね。お、お名前なんていうの？ムネルミコ。ルミコちゃん、ルミコちゃんいくつですか？6歳です。6歳。ルミコちゃんね、よし、じゃあ頑張ってこれからも勉強してください。はい、ありがとうございます。いいえ、いいえ。こっちからの、こっちから。はい、はい、はい、どうだ、ね、はい、そういうわけでございます。ゆうさん、なんかさっき唇を噛み締めちゃって、ぐっとおとなしくなっちゃったような気がいたしますが。男泣き、ね、なんか腹が詰まっちゃったような声になります。涙声になったりなんかして。惜しかったですね。惜しかった。急に力が抜けちゃったような気が。足なんかバラバラバラ。でも僕は機械に負けない。機械に負けない。結婚しなければいいということで、それだけを肝に銘じて、これからもですね、先輩後輩としていろいろとね、指導していっていただきたい、頑張っていただきたいと思います。そういうわけで今日のゲストはこのお二方でございます。Chiqui